こんにちは、ゆるもちです。さ、ローアングルからこんにちは、ローです。あ、今日の企画はですね、キャンメイク、縛りメイク、キャンメイク、縛りメイクということで、今回はゆるもちちゃんのお顔にですね、キャンメイクでメイクをしていこうと思います。ちょっと私はたまに手伝います。たまにね、化粧下手だから。あ、なんかローさんにやってもらうって聞いてたの。マジっすか。じゃあ自分でやった方がいいところはやってもらって、はい、って感じで行こうと思います、はい、では早速やっていきましょう。落としました。はい、まず最近出たやつですね、キャンメイクシークレットビューティーベース01番。こちら24時間つけてても大丈夫な、はい、化粧下地になりますね。すごい、だいぶお肌に優しいらしい。え、これ私が塗る？自分でやります。うん、即答。ムラが出ちゃうから、人がやると。え、どうやってつければいいんだろう。最近メル TV でコルトセット紹介してるやつがあって、この後これつけるんですけども、どちらも24時間コスメというか、あのナイトクリームとしても使えるお肌に優しいコスメです。それで今回はベースを作っていきますっていう説明がかりだけやりたい。はいはい、ありがとうございます。でこちら次、キャンメイクシークレットビューティーパウダー E02 番です。こちらがですね、あの前までは真っ白なやつがあったんですけども、最近色付きのものが出ました。こちらも24時間コスメです。やっぱり説明がかりかな。これだからつけたままどちらも寝れるんですよ。めっちゃいい。これでね、すっぴんだよって、おお、言いたい。嘘つけるやつ。でも結構薄付きですね。そうなんですよ、すっぴん風ができるやつだから、はい、じゃあ次にアイブロウですね。キャンメイクミックスアイブロウ02番です。まあ私の出番が出てくるとしたら、リップとかチークとか、まあアイシャドウ頑張れば。アイシャドウ頑張ればですか。頑張るかかな。はい、アイブロウ完成です。続きましてアイメイクに移ろうと思います。キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ18番です。これちょっと裏にね、こんな感じでなんかどこどこに何を塗るみたいなのがあるので、このままやっていこうと思います。ついに私の出番です。仕方ねえ、やるぜ。お願いします。まずベースって書いてあるこの色をアイホール全体に塗っていきます。指でいこうかな。あー、ついに私の出番か。そんなに色はつかないんですけど、ベースの色を整えてくれてる感じでツヤ感が出ますね、すごく。で、すごいぽいこと言えてるわ今。で、続きまして B or C って書かれたんだけど、選べってことですね、これ多分ね。こちらの色味を二重幅よりちょっと広いあたりに塗っていこうと思います。発色いいですか。発色はね、なんか割と柔らかく発色されてて、はい、こんな感じで。したらこちらの色をですね、濃い色なんですけど、これをちょっと目の際に引いていきます。アイラインみたいな感じになるらしいんですけどね、際よ、また際だってちょっと笑われてよし、開けてください。次に真ん中のこの色を涙袋にやっていきます。結構ラメがだいぶギラギラです、これ、すごい。何その顔。涙袋出してます。あるでしょ。やばいんだけど顔が。本当にめっちゃ綺麗に涙袋出てるんだけど、すごい塗りやすい。おし、あ、良いですね。良いですか。いい感じにアイシャドウは仕上がりましたので、アイラインはちょっとご自分でちょっと、はい、さすがに私の好きなように引かせていただきます。はい、OKです。はい、じゃあ次にビューラーをやってもらおうと思います。キャンメイクのビューラーです。かわいい。あ、ほんとだ、ピンクだ。そう、めっちゃかわいい。自然に、はい、絶対私やったらまずい、さすがに。はい、次にマスカラです。キャンメイクフレアリングカールマスカラ01番、ショコラブラックという色で、黒と茶色の混合された色です。じゃあ、あ、はい、やります。申し訳ねえ。わ、なんかすごい長い、ここが。え、ほんとだ、長い。なんか長くない？虫みたい。はい、OKです。じゃあ次にチークです。キャンメイクパウダーチークス PW38 番。めちゃくちゃ可愛い色が、どこら辺にしたらいいです、場所。私はいつもなんかこういう三角。おお、やべえ、難しい。自分のこだわりがあるチークって。あ、でもそんな色つかないですね。ね、ちっちゃいな。今日は私見守りたいですので。発色いいね。発色いいですね。ここまで発色してくれるとハロウィンメイクとかにも良さそうな、あ、確かに気がする。はい、お次にこちらキャンメイクグローフローローハイライター01番。英語上手。どこら辺にします、いつも。いつも鼻と、鼻と、はい、言われた通りしてくれる。ここです。あ、OK です。こ
ういう感じかな。あー右手でこっちはやりづらい。そしてはい、そしてここです。ちょっとアヒル口になりたいからここに最近。あ、私もやる。あ、本当ですか。終わりです。ラスト出た。はい、出た。超有名キャンメイクリップティントシロップ05番こちらが新色になります。おお、こわ、落としそうで。いくよ。はい、完成しました。はい、完成です。あ、かわいい。女の子らしさが増した感じがします。かわいい。ふわふわってしてる。なんかふわふわってしてる、うん、なんかプリッキーのあの人でいそう。ブリキのモデルさんでいそうな感じ。これ以上可愛くなっていいのみたいな感じ。どれが気になりましたか。ここら辺ですね。あ、24時間コスメ。そうです。お、実際使ってみてどうです。私が使っているやつとか下地って結構こう厚くなりやすかったりするから、薄付きでどっちも良かったです。私見てて気になったのはこちら新色リップかなが気になりました。はい、ちょっと皆さんもぜひキャンメイクね、これ多分全部買ってもね絶対1万円とかいかないので。いかないですね。はい、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。はい、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。原宿の竹下通りにあるジョリー&ディーさん、全身5000円以内でコーディネート買っていきたいと思います。ちょっとアウターを購入しました。こちらは990円プラス税です。安っ。